はい、こんちゃーす。レトルトと申しまーす。ポケパークウィーピカチュウの大冒険、実況プレイ、始めていきましょう。ね、気がつけばこんなに仲間が増えました。仲間48人ですね。じゃあやっていきましょう。前回、鬼氷にね、頼まれて、雪目の子を下のリフトの下に連れ帰ってくれみたいな感じですかね。雪目の子いいよね。鬼氷が氷の家を作ったから見せたいって。おお。これいるよな、こういう人。こういう女っていうか、帰ってやれ。ピカチュウ世話役やな。もうピカチュウ大変やな。おお、ゴーストタイプやぞ、初の。おぉ、今の氷の粒手か。おらー、わーわー、痛み分けやな、とりあえず。こいつめわ、吹き飛ぶ感じじゃないな。おっと、危ない。緊急回避、緊急回避からの、わし、緊急回避、やっぱ使えねえよ。おらー、うわ、やべ、あー、キャモメ、よくもキャモメよ。アイス技苦手なやぞ。ゆっくり、ゆっくりね、パーン。まだまだバトルは余裕やな。てか全体的に余裕やけど、失敗したことないもんな。はい、戻ってください。ああ、ここまで来たってことは、ホッタイソのバトルに勝ったね。またバトルか。君よければ今度遊びにおいでなさいね。鎌倉か。下なんかあんのかな。ヌオーと下といっても何も変わるわけじゃなさそうやな。じゃあちょっと上に戻ってマンムーをね。よし、戻ろう。お、遊びに来たよ。よかったね、鬼氷。嫁が戻ってきたようだ。めのめの。邪魔や、お前は。湖を凍らせてほしいって。お、さすが目の子。はい。何を使うんや、冷凍ビームかな。吹雪かな。技名言ってほしい。マンム凍っとるな。よし。すごいよ。よし。はい。当たって砕けろ。おお、何回でもぶつかっていくってね。この松岡修造精神で俺も行くぞ。行くぜ。ピカチュウ体当たり。当たって砕けろ。おお、砕けたね。もっと何回も何回も。お、復活？なんか怒ってそうやぞ。怒ってない？俺じゃないよ、氷漬けにしたの。お、復活した。はっはっは。こんななの？エンペルトが門を凍らせて閉じこもってる。お、お願いします。と言い当たりすれば一発。確かに一発やな。でかすぎるやろ、ポケモン。はい。見くびってもらっちゃ困る。俺には俺の、エンペルトにはエンペルトのそれぞれの考え。なるほどね。マムいないのか。じゃあちょっと行くか。新しいアトラクションありそうやな、そろそろ。最近ちょっとピカチュウ活躍してるからな。わ、来た。おー、ネクタイに見えるよね、やっぱりエンペルトは。あの真ん中のやつ、開けたのはマンムーだな。不思議花から伝言、私は場所をもと絆を取り戻したいだと。わだ。まことだと言うなら、氷の上に滑りもしないお前では出ることさえ叶わない。待って。
ほっちゃまも来たか。責任感じてるんやな、ポケパークに落とした。あら。ほっちゃまお前。ぽっちゃま信じていいのか、ほんとに。というわ、ぽっちゃまの進化系がエンペルドやってんな。騒がしいやつ。鋼の心の大切さがわからへん。鋼タイプおらんからな。喜びにも悲しみにも揺るがず常に、同じ気持ちを保てる鋼のように強い心。強い絆で結ばれていると信じていた2匹、シギマルとバシャモが敵となったあの日。おぉ。なんか侍みたいやな。心を強く鍛えようと門を閉じた。はい。お金飛んでんな、やっぱり。雪山のコースを滑って進む。ゴールまでタイムを競え。あそこにいる。エンペルトかっこいいな。ピッコロさんみたい。スタートで滑り始める。壁や氷の塊にぶつかる。あ、スノースライダーと同じやね。A ボタン、1ボタンでブレーキ。はいはいはい。鬼氷デリバードこったいし。わ、今回結構出れるやついるやん。あ、ラブラスもいけるやん。へぇ。じゃあ、こっちは、俺はね、お前のさっき言った、その、ね、友達を大切にする心とかそういうなものに全てかけさせていただくぞ、ポッチャマさん。さあ、ポッチャマ行こう行こう行くぞ、グレイシア。可愛さは正義。行くぞ。46秒がプレゼント期間か。おブラックにくぐればスピードアップ。おおおおおおっとっとっと、おし、いいね、いい感じじゃないか、わりかし。おっと。おお、いいね、ここブレーキかけた方がいいやろ。ああ、ブレーキいらんな。おっと、曲がれ。おっと。ああ、危ない。グレイシア、グレイシア。グレイシア、足ばっかなってないかな。やばい。むずいぞ、結構。今回、なんかこれ、マリオ64のさ、あれみたい。スノーなんちゃら。ジャーンプ、うん、どうやった、何秒やったっけ。はぁ、目標は達成したけど、プレゼント記憶達成できずか。まあ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 。初見でここまで来たら、まあいいでしょう。まあ。後日やろう。うん。相変わらずお前何もやってないけどな。まさかクリアするとはな。はい。かけらか。はぁ、久しぶりのかけらやな。褒めてやりたいがお前たち。はい。あら。お前たちの笑顔を見ていたら、柔らかく温かなものが心に広がった。鋼の心を持つことだけが強さではない。うん。おー。次多分マグマゾーンで人影が出てくる感じか。よかったっす。気球を直す。あー。はぁ。物語進んだね。よし、じゃあ集いの広場戻りましょい。これチコリータがやったの、さっきの気球。いや、俺がびっくりしたのそっちじゃないんやけど。みんなの力を借りてビジゾーンから運んできた。ああ、お願いします。あらららららあら、怒り猿がいる。あれ、待て待て、チコリータちょっとなんか頑張った感じない？これ。ツリーハウスにミノモチさんが来てくれた。はぁ、言い伝え。はぁ、伝承。うわ、こんななってんのか。すげえ。これチコリタ一人で作ったんやったらほんまに、ビッパいらんよな。うわぁ。
こういうとこあればいいよな。あ、え、これミノムッチ。ミノムッチってこんなに小さいの？え、なやこれ、キーホルダーやん。あ、やった、友達増えた。よくわからんけど。ここは考え事するのにぴったり。いろいろな謎について考えたことを聞きたいなら教えてやる。じゃ、集いの広場。広場について知りたい。ほうほうほう。ぶらりとやってきて、そのまま消えちまったやつ。いついちまったやつ。ほう。じゃ、ミュウについて教えてください。ミュウ。ミュウについて知りたい。長いことこのパークにいつまでお前その姿にいるつもりやねん。開花せえや。ミュウを見かけたら消えないうちに3回願い事を唱えれば。それジラーチやぞ、どちらかといえば。何もよくわからんかったな。怒りざるちょっと喋ろう。ほう、もっと技、アイアンテールあったね、そういえば。はい、尻尾がない、心配が、心配やな。それは怒りの壺に当たったらどうすんのこいつの。不器用なやつにも教えてやることができる。350個か、まあ、あるから覚えよう。お、おお、光ってる尻尾が。ほら、バトルで使う技。さっさとバトルして、はい、上から下に振ることで、難しいこと増やすね、君。はぁ。じゃあちょっと火山ゾーンに行ったら、早速誰かと戦ってみましょうか。ここやな。ズガイドスか。いや、当てるね。黄色い体に赤いほっぺた。全然強そうには見える。失礼な。倒した、倒したっていうか、まあ。はい。たゴーガザルに役割は取られてるみたいけどね。まあ、両党という意味ではね。馬車もまだまだ使えるからね。よし、これで、1,2,3,4つ目のゾーン来たね。お、バリヤード職人っていうか、ドンキーコングみたいやな。おお、なんかあんまりポケモンいないみたいけど、今カビゴいたな。うわ、封鎖されてるな。ケーブゾーン、トロッコバリヤード、声同じやな。レールが一つなくなっちゃって、これトロッコが走らない。なんでなくなってん？ズバッと。ほう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 。バリヤードか。うわ！おい！こっちへ来たら危ないぞ。仲間とトロッコで遊んでる。え？だからお前は中ポケになるんや。あ。いけないの？じゃあこっちじゃない方向に、まあ手がかりがあるんでしょうね。あ、なんかいるよ。誰や？ん？ああ、いいね、クチート。よそ者に、ああ、ツンデレ来た。温泉に入りに来たなら残念だったわね。地面がグラグラ揺れてから温泉は枯れちゃった。ええ、ほんほん、やっぱそうよね。もともと住んでいたポケモンさえどんどん出ていってしまうのに、こんな薄暗いゾーンに来たがる子いるはずないもの。ほう、ちょっとクチートと戦ってみる。お日様も海も緑もないけど、ここが私たちのふるさと。ああ、戦えないな。ズバッとめっちゃいるけどさ、なんかドイツと話しかけたらいいのかわからへんな。あ、あそこに矢印っていうか言葉が出てる人いるね。よし、
木の実をちょっとずつもらっていこう。おお、なんか楽しげでいいな。家族のなんか見たな。ちょっとあら、ここドラ、ここにすごい機械があって、地面から鉄の塊を掘り出していくらでも食べれる。へえ、おお、あ、木箱の中に鉄の塊があるの。ああ、すぐにあったね。もっと探すとかないの？鉄の塊あったよー。おお、ゴルバットでけえ。羽休め中ですかな。おい、人が働いてる時に。はい。あ、友達になった。美味しいな。あの子もレールなんかじゃなくて鉄の塊を探せばよかった。え？どんなとこに犯人がいましたな。大抵そういうね、その推理系の漫画であったり、そういうのは犯人も出てるからね。きっとコナンのね、犯人ももう出てるんでしょう。ほら、レールはどこにあるかって。来た、追いかけっこかい。アイアンテール試せるチャンスがないな。おお、あんまり速そうに見えんな。今、あ、なに、後ろからダメって。じゃ、電気ショックで弱らせてからのや。追いかけっこもバトルをね、しっかり入れていかないと。チートはいいよね。おお。お前も噛みついて、え、ダグトリオ。どうしてレールを壊したかって。おお、なんというツンデレ。いいね。ディグだ、ディグだ、ダグダグダグ。ディグだ、ディグだ、ダグダグダグ。ディグだ、ダグダグダグ。下見せろ、下。操作レールを、わし！はい。え、たらい回しやんけ。はい。ガラガラね、探しましょう。いた、ガラガラ。結構探したな。やべ、骨な、骨で戦えたら終わるぞ。え、ずっと入り口を見張っていた。レールなんて見てない。お前が、え、次にバトル来たな。ボルテッカー使ってみよう。うわあ、危な。あ、これがボルテッカーやね。電気ショック当てて、ボルテッカー、あちゃ、体当たりしてもた。痛い。わあ、体当たりみたいなのもするのか。ボルテッカー、あれ、ボルテッカー、よお、いいね、いいね。結構ダメージでもでかいよ。体当たり、あれ、電気ショック、地面タイプ。ボルテッカー、うわ、くそ、うわ、何した今。ボルテッカー、よーし、ボルテッカーが弱点のやつには使っていくべきか。ボルテッカーじゃなかったな。え、ボルテッカーやったっけ。ラグトリオが地面から中に入った。早く言えよ。はーい、うん、この木の箱の中にどっかにあると。石津笛さん、あ、アイアンテールか。ボルテッカーは最強技やったね。一発で当ててみよう。これやな、木の実やろ。うん、待てよ、これや、これ。あれ、くそ、二発で当てよう。お、でかい木の実。この木の実をあげて友達になる人もいそうやな。こっちじゃないか。うん、まあ全部あげてもいいんやけど。木の実増えてってるしね。あ、来た、あら。なんということだ。
はい。お前、たらい回しにも程があるやろ。カビゴンの寝ている下。あ。カビゴンの寝ている下。カビゴンってどこにいんねや？探そう。あ。こんなとこにいたんか。あ、とりあえず、気球出しときましょう。よし。ルーラポイント来たね。ほう。やっと着いたね。いや、結構今回長く撮った方かな。疲れた。よし。じゃあ次回、まあ次回アトラクション1個ぐらいできたらいいよね。じゃあありがとうございました。